この星にはカメラと呼ばれる素晴らしい道具が存在する。しかしその中で固有の魅力を持ちながらも訳あって現役を退くものがある。もしかすればそこのあなたにとっては大した問題じゃないかもしれない。このシリーズではそんな訳ある一品をご紹介します。今夜はコンタックス UFO-R をピックアップ。どうも絶好機です。金属ボディに牛の本革をあしらった2004年のスイバル機、今回初めて触れたんですけども、まあかっこいいしおしゃれだし品のある大人が携えるアイテムとしてもってこいだなっていう風に感じましたね。で、目を引くのがカールツアイスの文字。フルサイズ換算約38から115ミリ相当、バリオテッサー F2.8 から 4.7、有効400万画素 2.7 分の 1ccd ってことで結構控えめなスペックだけど、ルックスはご覧の通り、お部屋でも品のあるオーラを放ってます。よし、じゃあ撮りに行こう。さあどんな描写を見せてくれるか楽しみだな。お、あの辺良さそう。よし、電源を入れて早速撮ってみよう。おっと、ローバッテリー。おいおいおい、僕としたことが、充電し忘れたんだ。うん、そうだそうだ、クレードルに乗せてと。まあ、充電した気もするけど、まあまあ気にしない気にしない、古いカメラだからね、よくあることだよね。あれ、どうした？あ、ん？ただの接触不良かな。うん、そうそう、あ、やっぱりね、そう、ちゃんとつくよね。あー、バッテリーがいっちゃってるね。まあまあよくあることだよ、古いカメラですから。まあバッテリーなんかもう今ネットで買えるからね。そう、すぐ注文しよう。まあ、Amazon がもう一発目に来る。はい、クリックしてと。お取り扱いできません。ちょっとこれはすっごい嫌な予感するけれども、検索してみよう。あー、出てきた。NP60、 なんか型番が違うな。対応機種とか見てみても、なんかこれ電話の呼吸用だね、使えないじゃないこれ。よく見るとこれ端子の位置も違うな。おいおい、やばいよやばいよやばいよ、これヤフオクだとどうなんだい。あー、これは個人が作ったやつってことか。どうしたもんか。はい、今回はまあそうして個人が作ったバッテリーっていうのは買ったりはせず、リチウムイオンバッテリーそのものの特性を調べながら、ショートスパンで充放電を繰り返し、なんとか1回の充電で取れる枚数が増えていきました。最終的には20から30カットぐらい取れるようになったかな。そう、 U4R の訳ありなポイント、それはバッテリーが市場に出回ってないってことですね。どれだけおしゃれで本革でツアイスでも電池がなきゃ動かないってことで、少ないですがあたふたして撮ってきた作例ご覧ください。それでは使ってみた印象を簡単にまとめます。まず立ち上がりは 0.9 秒、ものすごく早い。この辺は全く古さ感じませんね。そして操作系は結構独特で、慣れれば全く問題ないんですがね。今回そういえば京セラさんが作ったデジカメ初めてだなっていう風に気がつきました。まあメニュー画面とかいじっていれば皆さんもすぐ分かるようになると思います。で、意外と見やすい液晶でした。さて、写りに関する部分は撮影モードの状態で、上にあるメニューボタンを押すと出てきます。感度は50から400、今回はオートで使ってます。で、ホワイトバランスに結構細かく決められますね。あ、そう、そして注意点がこの露出補正なんですが、電源をね入れ直すたびにゼロに戻ります。で、サイドとかシャープネスは維持されます。そこで気になったのがここなんですよ。シーンモードの中にBW って書かれたモノクロがあるんですよね。そしてこれは再起動してもちゃんと維持されてます。やったね。そして写りに関するこれを見てほしいんです。はい、もうモニターに出てきた通り、このままの写真を作例として出しています。
これあまりに色やコントラストがかっこよく映っていたので、なんかレタッチしたんじゃないかと思われたらもったいないなと思いまして、このように撮っております。で、ちなみにこのカットもそうですね。わかりますかね？こうなんとなくちょっと画面の角度変えながら見てもらうんですけれど、アンダー目に露出補正して撮ると、なんか僕好みの島って感じが手に入れられます。で、このルックスですよ。もうさりげなさを強調したい。それはもはやさりげなさじゃなくなってるけど。ということで、コンタックス U4R、もし入手されるなら、このバッテリー問題と向き合う覚悟も必要です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そしていつもご視聴くださっている皆様、今日も最後までありがとうございます。新企画楽しんでいただけましたでしょうか？どうしても普段の動画ではおすすめということで取り上げられないけれども、魅力があるから取り上げたい、そんなカメラはこのような形で今後もピックアップしてまいります。それではまた次の動画で。